変お世話になりました。お世話になりました。というわけでですね、2022年もですね、はい、本日をもって終わろうとしております、はい、そうですね、大晦日。大晦日までね、見てくださってる方、本当にありがとうございます。昨日多分レコ大があって、今日、ね、紅白があったりとか、年末だなっていうものの中に、フリットチャンネルのこの最後、これを見てくれてる、はい、ありがたいよね。年明けて2023年見てくれてる人も含めてありがたいよね。さっき言っとく、知ってる。何が？今年新年明けましておめでとうございますの動画15本ぐらいやったの。何回だって新年明けんだから。1月の後半まで明けましておめでとうございますってずっと言ってた。いや、2023年も言わせてよ。言わせて、言ってください、ね、言わせてよって言うだけただですか。12月25日にですね、新潟県の長岡で凱旋ライブもやらせていただいて、はい、来てくださった方ありがとうございます。ありがとうございます。アニマルタウンのグッズもね、購入してくださった方、はい、ありがとうございます。今年を振り返ろうってことなんですけども、はい、今回の動画は最後締めなんでね、きっちり1年間やっぱね、いろいろあったんですよね。どっかのね、動画でね、2022年ってすっごい長く感じたよねって話して覚えてる。してた、してた。大人になるとさ、1年短いって言うじゃん、うん、で、本当に今まで短かった。いや、 YouTube やってきてるな、もう一瞬。今年はもう3年くらい感じたよね。長かったね。2022年明けてからすぐ5周年だったので、1月の後半に豊洲ピットのほんと大きなところですね、今まで一番でかいところで1300人、500人ぐらい入って、それ2公演やったんだけど、あれが過去最大円級のイベント会場で、5周年という節目でやらせていただいて、しかもね、久しぶりのね、そうイベントで、有観客イベントということで、そこから始まったって感じだから、まあね、だから年が明けた時はそれの準備でね、バタバタバタってしてて、いろいろ竜作ったりとか、なんか年末からずっとやってたから、なんか年越した感があんまなかったよね。ここにめちゃめちゃ荷物あったの。そうそうそう、年越したよね。全然実ぐらいね、準備完成させて、マネージャーと2月ぐらいからかな、はい、新メンバーが入りますってそうそうことで、まあ、金魚くんと卒業したメンバーレディオ入ってきて、復帰したメンバーをどこに入ってきてっていう感じで、マックス12人になって4月にね向けて生配信12時間っていうのを初めてやったんですよ。運動会やったね、春の。そこで全国ツアーが決まったんだよね。全国ツアー自体は9月からだったんですけど、6月にサマーランドのイメージキャラクターが決まったんだよね。そうだね。7月からサマーランドが始まって、7、8、9でやらせていただいたっていう。オープン前にさ、うん、サマーランドさんのさ動画撮影するじゃん。そう、極寒で、5月の後半とか6月にやってるから、まだもう梅雨の時期で雨も降ってるし、でもすごいよね、映像ってほんと綺麗に撮れてるし、ね、空晴れてるみたいなね。そう、駅にさポスター貼ってもらったりとか、映像流れたりとかして、映像がさすごいよね。初めての経験、あれも吉祥寺とかでさ、そう流れてたんでしょ。いや、そうなんだよ、ね、6月の終わりぐらいかな、で4月の頭にかけて卒業メンバーが卒業するっていうのとか決まって、はい、ね、まあ、発表はね、そのサマーランド終わりの10月ってことになったんだけども、うん、っていうところでコラボマンスも始まるから、そうコラボマンスが8月丸々1ヶ月なんだけど、うん、それも言ったら1年ぐらい前にキョンクマとなんか来年しようよっていう話したんだよね、うん、そう、それが3年ぐらい前に感じるわマジでキョンクマといろいろ打ち合わせってして、3月ぐらいから声をね、いろんな方にかけ始めて、5、6、7、8月の撮ってたよね。それがもうさ怒涛のように大変だったんだよ。これはマジでやばい。普通のコラボマンスは違うんですよね。普通は1組とゲスト1組だから2本撮ればいいんですよ、うん、キョンクマプリットプラスゲストなんで3本毎日撮ってたんですね。そう、まあ、中にはね向こうのチャンネル出ないっていう人もいたけど、それで日付回していかなきゃいけないし、1日もかけることできないし、本当はマネージャーさんに感謝って感じで、結構ギリギリにスケジュールをね、うん、こっちがオファー出して OK してくださった方でもね、うん、いらっしゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。コラボしてくださった方もね、ありがとうございます。で、そのおかげですごい仲良くなったクリエイターさんもいたりとか。確かにね、うちら今までめっちゃコラボしてきたわけじゃないじゃん。そう、初めてあんながっつりコラボしてね。そうです、いろいろそこでつながりができて、 YouTube じゃない TikTok の人も絡んで、秀一郎くんとね。確かにね。で、秀一郎くんと普通に肉食べに行ったりとかさ、ほんとプライベートも仲良くさせてもらうことがそこでできたってことですよね。編集も毎日投稿だから、それも大変だし。確かに毎日投稿めっちゃきつかったわ。途中で卒業メンバーが7月ぐらいから出なくなっちゃったから、そこのスケジュールもね、いろいろ変更したりもあったりとかしたんだけど、怒涛の3、4ヶ月で終わりましたってなって、9月から全国ツアーが9、10、11とっていう感じだったんだよね。私がコロナになり、私がなりっていう、そういうの波乱万丈だから、ややこしいことに発表してないんですけど、これ2回なってるんですよ。そう、無症状だったんですけど、1回目は完全な無症状で、それで水溜りボンドの時に来れなかったりとかあったんですよ、体調不良
っていう言い方をさせていただいたんですけど、その時は全国ツアー9月から始まって11月に終わって、11月からはシンガポール行かしてもらったりとかして、それもね本当大きなことで、いいことも悪いことも忙しかったこともいろんなことも全部ひっくるめて一生懸命この1年やってきてよかったなって思えた日だったね。じゃあ1年っていうか5年ね、うん、それがなかったらあそこ呼ばれてなかったなって思うよね。そう、でもあれを呼ばれたことによって熱い気持ちをもう一度取り戻した気持ちになれた。そう、海外の人のクリエイターとかとも関わって仲良くなれたりもしたし、っていうのが11月だったかな。で12月、そして1月、はい、来年ですけど凱旋ライブやるっていうことですね、はい、秩父残ってますから、はい、まあざっとですけどこんな感じが1年間だったなっていう感じしますね。主に早かったよこういうと、やったことが多いからそう長く感じるんだろうね。1ヶ月に絶対何かしらあったからね。卒業メンバーが5人抜けて、まあ今7人で活動しますけど、うん、それも卒業発表が10月で、急遽毎日トークを10月の後半やらせていただいて、11月、12月でいろいろ体制を整えてる最中って感じなんですね。って感じですね。そんな1年、はい、いろいろありましたけど、はい、毎年恒例のですね流行語出ました。ここでフリットチャンネル内での流行語大賞を決めようっていうのがあります、はいはい、一回ね、シュルさんにこの動画でコメントくださいって言って ね、はい、ね結構募集して応募していただきましたね、はい、こんなのあったねっていう、はい、それではですね、流行語ノミネート作品を発表します、はい、いくつかありますのでまあまあそういうことだよね、はい、聞いてください。あるよ、変なの言わないで。覚えてるちゃんと。覚えてるそりゃ。あったあったすらもないのやめてよそれはない、まあ、流行語だからね。流行語だから、それがあったってことは流行してない、うん、いきます、はい、ノミネート作品1つ目、はい、ハニバルタウンです。なるほどなるほどなるほど、まあ、ね、もちろんね後ろね出ましたから、ね、今年11月ですか、チャンネルができてね、はい、そうです。皆さんのね、こちらハニマルタウンのチャンネルもありますので、よかったらチャンネル登録してくださいということで、 TikTok もあるしね、はい、Twitter もありますから。そうです。続きましてノミネート作品2つ目、おいちちぶです。おおおいちちぶねー。おいちちぶいつ生まれたんだっけ。存じ上げないあれだよ、還元10万円。あ、そこで言ったかもしれないね。そうだね、よかったら見直してください。でもここに貼ってくれてると思います、はい、貼っておきますんで、はい、それではノミネート作品3つ目は、なんかやだな、なんかやだなです。はい、これはさ、はい、浸透してる浸透してるかどうかわからないけど、うちらと言ったら結構食べ物系やる上でビッグメイに匹敵するくらいの頻度は出てたと思う。出てた出てた。今年はね、うん、よく使いました、はい、嫌じゃないんだけど、なんか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 っていうのがありましたね大食い動画の時ほぼほぼ言ってます、どっちかが、なんかね、あるかもしれない、どっちかが言ってるんで。それでは飲みの作品4作品目は、ポンコです。え、一撃、はい、我が家さんのポンコと今出てますけど、このポンコ対決、はい、ポンコそ、ポンコこそね、ポンコこそ、はい、ノミネート作品ですから、これはノミネートされてんのね。じゃなかったら呼ばれないと出てこないですよ。なるほどなるほど、はい、それではラスト5個目、はい、5個の中から対象が決まりますので、なるほどね、ないノミネート作品5つ目は、馬秩父です。え、派生、 なんと派生が入ってくるという。審査おかしい。他なんかあったでしょ。厳選なる審査の上。本当に。はい。いいですか。5個ね。はい。怖いことにですね、私のですね、なんとも悲しい前半の記憶がない。いや本当にね、下半期のみ。怖いですね。悲しいから下半期のみ。え、決まってるのもう。私は決めたんですよ、もうちょっと。出てますでしょ。はい。委員会で決まってますから。よろしいでしょうか。はい。それでは厳正なる審査の上、こちらのノミネート作品。5作品の中から流行語大賞が決定いたしました。2022年フリットチャンネル流行語大賞は、ドルルルルルルバン、なんかやだなです。違う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 、なんかやだな。今年行きました。今年行きましたね。おめでとうございます。嬉しい。なんかやだななんかやだなってすごい使い勝手いい。使い勝手いいんだよね。ああ非常に分かる分かる。だから大食い以外も使える。そうなのよ。例えばじゃあ鬼ごっこしてますね。見つかりそうだな。なんかやだな。何でも使えるこれ。ディズニーランドとか行ってさ、そうそうそう、楽しいけど、うん、ちょっと疲れてきたなって時に、うん、なんかやだなとかね、うん、使えるからでしょ。喧嘩になんない。疲れたらさ、そうそうそう、疲れたんだけどさ、そうそうそう、なんかこのタイミング言わないでよ、うんうん、とかね、カップルだとこう喧嘩しちゃうだけど、うん、どうかなって言ってたら、え、どうしたどうしたって一個クッションあったの。あ、確かに。それ、なんかちょっとね、足がね、ちょっと疲れてきちゃったかもって言ったら、あ、じゃあちょっと休む。疲れてないんだけどね。そうそうそう。疲れてないんだけど。疲れそう。なんかいっぱいなりそう。眠くなりそうみたいな。なんかやだな、便利でございます。皆さん使ってくださいね。というわけで、2022年はですね、はい、こちらが対象に決まりました。T シャツになるかな。ね、なればいいですね。もし T シャツになるときは
丈夫ですね、はい、告知の時に一回何回だなって言いますね。何回だな、なんか気にしないとなっていう去年もやったかもしれないんですけど、はい、ベスト動画っていうのもですね、それといつもベスト3、なるほど、お互い決めてますので、はい、これも発表したいなと思います。去年と違って今回コラボマンスもしてますので、はいはい、相当たくさん動画あるし、ね、いろんなジャンルの動画あるので、なるほど、じゃあベスト3からそれぞれ1回1個発表していきましょうか、はい、ありますか。はい、おまずはい、アゴキングさんが選ぶベスト3の中の3位ですね、はい、3位は沖縄の1万円ダウト。めちゃめちゃ最近だね、キンキンすぎだね、どうしたの。別にいいんだけど、いやいや、あれはもう撮影がすごい楽しかったんです。食べ歩きっぽいことやったら、しかも2人じゃない、地方のロケで2人じゃないことないの、うん、あ、まあ確かにね、金魚と娘、動画の中で食べた、これ全国ツアーでも言ったんですけども、うん、かき氷がむちゃくちゃ面白い、おいしい、かき氷とみんなもう動画見てくださってると思うんですけども、サスケも食べて金魚も食べるという動画の内容をちょっと逸脱したぐらいみんな食べたくなる食べ物があった。次の日にうちら全国ツアーの沖縄公園にいて、はい、そこで美味しいものなんか食べましたかって言ってそれ紹介したら、はい、次の日にお知り合いさんが行ってくれてたんだよね。 それぐらい美味しいっていう衝撃があったし、うん、もうちっちゃむと俺が負けたし、印象すごいあっていう動画、うん、沖縄の1万円だろうと、はい、第3位ですか。第3位、なるほど、いいじゃないですか、はい、じゃあいきます。私の第3位は、はい、めちゃめちゃ悩むけど、はい、ヒカキンさんの動画です。うわー、なるほどね、やっぱね、ヒカキンさんに出てもらうっていうのは、はい、この5年間いろいろ目標にしてきたことだったし、そうだね、しかも落とし穴に落ちてもらえたっていうのがすごい心広いなってやっぱ改めて思ったし、はい、ヒカキンさんの裏話するとすっごい暑い中で撮影したんですけど、自分たちが育ててください、育ててくださいって言うまで本当にずっと立っていらっしゃったりとか、本当ね、しっかりされた方だなって、うん、それはもうああいう日本を代表するクリエイターだなって、プライベートっていうか近場であっても分かったんですよ、でしかもマスオさんを呼んでいただいてるっていう、サプライズをうちらにも仕掛けてくれるっていう、そうなのよ、ね、器のデカさを感じたなっていうのが第3位でした。なるほど、はい、では私第2位の動画はヒカキンさん。うわー、一緒、本当は事実上1位です。事実上ね、ただ1位ヒカキンさんを超えるとんでもないのが待ってる。すごいね、だとすると1位気になるわ。ヒカキンさんすごいよ、落とし穴土まみれで。そうだよ、これも裏話になるんだけど、うん、マネージャーに、うん、カメラここにあるよねって、そうだね、いうリアとかこうやって、うん、じゃあオッチをちゃんとも考えてくれて、しかもあれロケも遠い場所だしね、1日スケジュール開けてくれたわけじゃん。そのね10日後ぐらいね、ルームでたまたまあったのよ。あー、あったね。その時に、あ、お疲れ様ですって、もう日陰ずつ言ってくれて、どうですか、忙しいですよねっていう、うん、もう気にかけてくれる、もうそこら辺も含めて、ゴッド、ゴッドネス、ゴッドネス、ヒカキンさんが出てくれた動画、やっぱりもういいです。そう、ね、確かに、はい、はい、第2位はヒョンクマ動画。おお、え、ヒョンクマ動画どれどれ。最後にさ、一緒にバスで行ったの。あー、打ち上げ旅行動画ね。そう、裏話しちゃうと、はい、俺らオリンの中でやったじゃん、コラボマンスの前ね。そう、実はヒョンクマからもらったオリンなんですよ、実を言うと。そうです、匂わせだからね。うちらその卒業メンバーが7月から出なくなったから、うん、これから一緒にやっていくメンバーと残りのコラボマンスをねやるっていうことだったんだけど、うん、その中で人数がやっぱりいきなり少なくなっちゃったんで、うん、ヒョンクマのスタッフさんとかヒョンクマのメンバーが一緒にね手伝ってくれて。そうなのよ、この話すごい泣けてきちゃうんだけど、思わない。懐かしいよ。そう、はい、今でも泣けてき、ね、きちゃうんだけど、だからね楽しかった。そう、6、7、8はね、そう、本当にね撮影楽しかった。めっちゃだからもうめちゃめちゃお世話になって温かみを感じて、本当助けてもらったなっていう、本当助けてもらったのよ。死ぬほどあっちサイドに何かあったら 120% の力で俺らを助けてあげたいなって。いや本当にそう、何でも言ってって思っちゃうよね。そう、大好き通り越しちゃってるって感じ。あ、じゃあもうどう、一つの動画というよりはもうコラボマンス全部を含めての、そうそうそう、ヒョンクマとの絡み。なるほどね、かな。じゃあズルだいや、だから一つに絞るやん、それに関しては胸熱くなっちゃう、もうこの話すると胸熱ね、なっちゃうな。ありがとうございました。ありがとうございます、ほんとヒョンクマには感謝。はい、じゃあもう最後いきましょう。1位、第1位、1位の動画はサワヤンとのバスケ対決。え、なんでなんで、本当に死ぬかと思ったの、心臓が張り裂けて。え、なんでバスケが実は疲れてたの。いやいや、バスケあんなめっちゃ疲れてたよ俺。ええー、汗
ダラダラだよ。だからさ、クマちゃんとかキョンちゃんとか倒れたりしてたけどさ、うん、うちら倒れてなかったじゃん。気合気合嘘気合だよ、もう。分かんなかった。汗止まんなかったもん。パンツまでびっちょびちょだったし。まだまだいったのさって俺は感じだったよ。真夜中のガチバスケ対決ね。じゃ気持ちで負けなかったね。気持ちで負けないよ。圧倒的格上との、なんとしても1点取ってやるって、ほんと漫画みたいな世界。それが1位だ。そう、よかったらもう一回見返してください。いや、あれはもう何度でも見たいよ。アゴキングさんがこれ今はち切れそうな感じやってんだと思って、ね、あと何がもうこれ今俺こんなプッシュしてるかというと、全然再生されてない。なんかねもっと見られてもいいぐらい頑張ったよね。あれね、深夜だったからね。でもいいやって感じ。それでは私の第1位の動画です。はい、1位の動画は予想してみて。いやいやいや、予想ここに来て予想。あ、違うかな。ディズニーのキャンピングカー。あ、つい最近ね。はい、それでは発表します。1位の動画は、シンガポールです。そうだ、そうだった。はい、どう考えても3位、2位、1位全部そうなんだけど、はい、未来につながる動画が俺好きなのね、やっぱり。なるほどね。シンガポール行って人生観変わったりとか、はいはいはい、未来に向けて頑張ろうっていうのもすごい伝わるような動画の中身だと思うんだけど、うん、ずっともう1秒1秒楽しかったの。もう確かにね、全部が全部寝なくていいぐらい寝てたけど、ね、はい、で気絶じゃん、あれほぼ気絶で寝てたんだよね、うん、寝ようと思って寝てない。いろんな人との関わり合いもできたし、うん、あの頑張ろうって思ったし、うん、ヒカキンさん出会った時ももっと頑張んなきゃだなって。なるほどね。今度ヒカキンさんの方の動画に出たいなとか目標できたりとか、ヒョンクマとの動画とかもヒョンクマ頑張ってんだから俺らも頑張んなきゃ、やっぱ同期として負けたくないって気持ちも芽生えたし、うん、なんかそういう動画がやっぱいいなと思って。確かに新しい扉をが目の前に現れたなって感じ、ね、シンガポールの行ったことによって、はい、人はこう自分の力で開けるだよっていう動画かな。確かにシンガポールか、うん、助けはって思いましたね。なるほどね。2023年、またね新しいこと仕掛けてどん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 ね俺ら頑張っていくぞっていう。凱旋ライブあって、はい、6周年近いですから。そうっす、はい、まだね1月22日、はい、日曜日秩父のですね凱旋ライブ、はい、我々の凱旋ライブありますので、はい、一般販売もねしてますから。そうです、それを見に来ていただいて6周年スタートだよっていう。来年ふさぎとしたんですよ。おぉラビーン、いいねー。ラビーンうさぎとしたんでね、飛躍してもらいたいと思いますよ。そうですね、だからこのハニマルタウンの YouTube をぜひ登録してみてください。お願いします。はい、もちろんね、プリチャンネルもよろしくお願いします、はい、それでは最後はあの言葉で締めくくりたいと思います。はい、はい、せーの、何回だなー。それでは皆さん、良いお年を。バイバーイ。フィッシャーズを捕まえろ、鬼ごっこ。いつものシルクロード以上のものがもしかしたら見えるかもしれない。オーケー、射的だ。やばい、やばい、あ、ダメだこれは。